何なんだ、誰だ、誰だ、そこで何をしている。おい、君の本か。聖職者なのに人妻と不倫をして画家になった男の有名な伝記だ。教会にいる者がこんな本読んだりするのか。君は誰だ、どうやってここに入った。ここの納骨堂は日曜日以外は一般の立ち入りは禁止になっている。太陽の光にアレルギーの体質なんだ。今日の日没は確か6時19分。それまで家に帰れないのでそこで休んでたんだ。なるほど。それに対し何か僕にできることは。別に。そうか、気の毒だね。神父様には黙っててやるから、日が沈んだら出てってくれ。お前面白いやつだな。何が。追い出さないのか。私はもしかするとここの美術品を盗もうとしている泥棒か、それ以下のやつかも。それともいていいって言っときながら実は通報するつもりだとか。そうしてほしいのかい。でも太陽アレルギーだなんて嘘は泥棒はつかないだろう。たとえ悪魔だってそんな嘘はつかない。ちょっと待てよ、今足をくじいたのか。私のせいだ、大丈夫か。いや違うんだ、気にしないでくれ。これは生まれつきなんだ。左足の指が曲がって生まれてきたんだって。だが歩くのに別に問題はないんだ。君は引力を信じるか。私につまずいて転んだことに意味があることを。何を言って。君にこの石の矢をプレゼントしたい。別に君が必要なければそれでいいんだが。出会いというものは引力ではないのか。君が私にどういう印象を持ったのか知らないが、私は出会いを求めて旅をしている。いつか私に会いたいと思ったらこの矢に気持ちを念じて呼んでみてくれ。何年先だろうと構わない。いいね、心に留めておいてくれるだけでいい。日没になったらここを出ていくよ。足が、僕の足の指が、まっすぐに。待て、誰なんだ君は。